こんにちは、えー、J1 リーグ第4節ウィナー結果発表 <laughs> さあやっていきましょう、ねえー、まず第1試合ですか、ねえー、ホームアルビレックス新潟バーサスアウェイ川崎フロンターレ えー、僕の予想はですね2対2の引き分けでしたけども結果1対0で新潟の勝ち外れやってしまいました残念ながら負けてしまいました外れてしまいましたいやでも新潟強いですね今シーズン強いはやっぱさすがだなっていう感じですね っぱ伊藤遼いい <laughs> 太郎選手ぜひともちょっとこの日本代表絡んできてほしいなこの代表ウィークめちゃくちゃ良かったでシュートも良かったんですけどゲームメイクがピカイチですねやっぱり外れてしまったシュートもあったんですがそれのアイディアとかもいいですし 伊藤選手にボールが入った時のあのスイッチの入り方ね、新潟の。あれはやっぱ見てて気持ちがいいというか、すごくいいですね。逆にフロンターレがちょっと苦しんでますね、今シーズン。怪我人も多いんですけど、ねえ、ちょっと苦しんでますね。なんとか巻き返しを期待したいところですけども、残念ながら外れてしまいました。19連敗でございます。はい続い続て えー、ホームビッセル神戸 VS アウェイ浦和レッズ、えー、僕の予想は3対1で神戸の勝ちでしたけども結果0対1で浦和の勝ち外れ20連敗はい20連敗してしまいましたこれは結構まあだから予想がねこう神戸が今3連勝できてましたから 勝つかなと思ったたんですけど浦和が食い止めました、ね、えー、これを見てたのが、まあ、3月11日だったんでアルピータイム更新というね、えー、イベントの合間に見てたんですけども惜しかったなでまあだから僕としては神戸に決めてほしかったんですよやっぱ3点取ってくれると思ったんですけどなかなかゴール割らせない浦和の守備は素晴らしかったですねで攻めも良かったですテンポもなんで 残念ですけど、まあ、レッツがいい感じに勝っていたので、これは浮上のきっかけになるんじゃないかなと思います。そして、続いて、えー、ホームセレッソ大阪 VS アウェイサガントスということで、えー、僕の予想は2対0でセレッソの勝ちでしたけども、結果、2対1でセレッソの勝ち外れ 惜しい惜しいですね、すごく惜しかったです。いや、これは惜しかったよな、まあでも、香川選手の初ゴールです。ね、香川選手の初ゴール、まあ、初スタメン、初ゴール。らしいシュートでしたね、なんか、あの,あの感じのボレーね。 ズドンっていうボールじゃなくてコースを狙ってこう我慢して打つみたいな香川選手らしいボディーコントロールとあれでしたねゴールでしたさあ続いてホームコンサドーレ札幌 VS アウェイ横浜 F ・マリノスえ僕の予想は1対3でマリノスの勝ちでしたけども結果2対0で札幌の勝ち外れ まだまだ負けていくいやーでもこれは結構驚きでしたねそのマリノスが点取れなかった最後まで点取れなかったっていうのが結構驚きでしたねで札幌はね意外とやっぱそのチャンスを作ってるシーンが多くてでそれをちゃん,ちゃんとねそのものにしてたっていうあの 1> 1点目かなゴールキーパーからこうロングボールが出てでトラップでかわしてそっからゴールまで綺麗な流れっていうのあの1本で決まってしまうわけですからサッカーってのはすごかったですねそして小林優希選手がね元日本代表ですけど移籍後初ゴールということでおめでたい札幌がかったですねしっかり最後まで守りきって素晴らしかったです、えー、続いてですねホーム鹿島アントラーズ VS アウェイアビスパ福岡、えー、僕の予想は3対1で、えー、鹿島の勝ちでしたけども結果0対0のドロー外れーはいここで久しぶりのスコアレスドローがの試合がきましたねその福岡の守備が硬かったな本当に最後の最後体投げ出してなんとか ね、ゴール守るぞっていう気迫がすごかったですねで鹿島のね新カリーの知念選手がすごく良かったですあと一歩のとこでしたけどねいや面白い試合でしたスコアレスドローなんですけど気迫が見れてすごく面白い試合だったと思います、えー、続いてホーム柏レイソル VS アウェイ 名古屋グランパス、えー、僕の予想は0対3で名古屋の勝ちでしたけども結果0対3で名古屋の勝ちよっしゃあよっしゃ当たった連敗脱出当たっち <laughs> やりましたよ ついに、ついに連敗出しましたわ。危ねえ。よかった。マジでよかった。言ったでしょ予想動画で。名古屋への3トップ強力だから決まり始めればだって。はい、リプレイどうぞ。ユンカー選手、長井選手、マテウス選手は明らかに強力な3トップで、 で間違いなくチャンスの回数多いんで、うん、決,まれ決まり始めればっていう感じだと思います、はい、はいねドンピシャですわユンカー選手のゴールも永井選手のゴールもねコースを狙っていいシュートでしたねいやー当たりましたこれめちゃくちゃ嬉しい本当に嬉しかった目を疑いました自分で はいえー、おっつがですね13.2倍ですイェーイマジで10万かけとけばよかったね十10万かけてたら132万になってたわけですからマジで10万かけとけばよかったくそそこまでかけてねでも13.2倍ありがたいですねでけえ やりました皆さんついに念願のさあまあじゃあ次いきますかえーホーム FC 東京 VS アウェイ横浜 FC えー僕の予想は2対2のドローでしたけどもえ結果3対1で東京の勝ち外れまた 外れの連敗が始まりそうですただね総得点は合ってるんですよ。だから総得点を予想するとかのねものがあったら僕は合ってたんですけどね。3対は強かったですね、東京が。まあでもまあちょっと横浜 FC がやっぱりやっぱりななんか守備がっていう感じですね。なかなか守りきれないんだよなえ東京の失点も オウンゴールだったんですけど、もうオウンゴールってやっぱ防ぎようがないんですよね。なんですけど、そこまでの相手のシュートを止めまくったソウビック選手、東京のキーパーですね、がもうこれはもう素晴らしかったな、僕的にマン・オーザ・マッチですね、あれはもう素晴らしい、ビッグセーブ3本ぐらいやってましたから、あと長友選手、長友選手がアシストしてね、まだまだできますね、すんごい距離走ってましたよ、長友選手。 素晴らしいあの年齢でまだまだできますよさあ続いていきましょうホーム湘南ベルマーレ VS アウェイ京都さんが僕の予想が2対0で湘南の勝ちでしたけども結果0対2で京都の勝ち外れ残念逆でした 逆でしたね湘南が決めきれませんでした町野選手を中心に非常にいい攻めが多かったんですけどもねタリック選手とかも決めきれず町野選手もちょっと惜しいシュートもありつつでしたけどもね、まあ、チャンスの回数で言ったら圧倒的に湘南だったのかなという感じですけどもうんなんか決めきれずでも京都はしっかりそこら辺決めきって2点奪ってるわけですから素晴らしいですよね はい。続いて、ラストですかね。はい。ホームガンバ大阪 VS アウェイサンフレッチェ広島。僕の予想は2対0でガンバの勝ちでしたけども、結果、1対2で広島の勝ち外れ残念。ね、僕が予想した時に、どうか、こうん。 クリーーンシート失点ゼロで行ってほしいという望みも込めてということでねやったんですけども前半の2分でその夢が打ち砕かれるという結果になってしまいましたはいまあこれ仕方ないですからこういう失点はねでも、あのー、宇佐美選手がねガンマ決めたんですけども宇佐美選手のカットインカーのシュートはやっぱらしくてね宇佐美選手らしく素晴らしい ものででしたね、はい、でそうですねまあ広島があの前線からの守備が効いててそこからまあ点を奪ってたんですけどもあれがやっぱこうしっかりはまってくると前線からの守備がはまってくると広島もねこっからガンガン勝つようになっていけるんだと思いますねそのディフェンス陣も楽ですしそうなってくると前線からはめてくれるとねはいということで J1、えー、第4節全部見ていきましたけども見事一つ当たりました非常に嬉しいですこれだよこれこれを待ってたんだよこの調子でねまあまたちょっと2連勝を目指したいですね2個当てるというのをやってみたいですけども そして代表も代表戦も控えているので皆さん、代表戦楽しみにしててくだいててください。代表戦楽しみにしましょう。あと、海外サッカーが何回も言んますけどむちゃくちゃ面白いです。日本人選手大活躍中でございます。皆さん、海外に日本人選手もお見逃しなくということでまた次の予想動画なりでお会いしましょう。 最後だ